皆さんこんにちは。ゼナシカンゴ塾の青柳です。ベーシックシリーズのボリューム4、心電図の基礎、虚血性心疾患編ということで、このセミナーでは虚血性心疾患とその心電図、心電図と心エコー、虚血性心疾患の心電図異常の実際、そしてまあいくつかのですねケーススタディで学びを深めていきたいと思っています。実際のスライドを見てみましょう。実際のスライドを見てみますと、まずですね、心電図の基礎としてですね、十二誘導心電図がどこを見ているのかということをまあ理解していくと、これはモニター編のところでもちょっとだけお話をしましたが、一誘導がどこを見ているのかというのはまあ決まっているわけですね。詳しいことはまあぜひセミナーに来ていただければと思いますが、一誘導というのはまあ大体心臓を左側から見てますよと、二誘導はこの辺ですよ、三誘導はこの辺ですよと、AVR はまあこっちから見ているとかですね、AVL はこっちから見ているとか、AVF はこっちから見ているとか、決まっているわけです。ですので、十二誘導心電図のそれぞれの波形が心臓のどこを見ているのかということが理解できれば、結果的にどこで虚血が起きているのかということも判断することができます。有名なものはですね、救急外来とかでよく救急の先生がですね、2、3AVF がどうのこうのという話をしていることがあるんじゃないかと思います。2、3AVF というのはどこを示しているかというと、2誘導この辺って話をしましたよね。3誘導この辺っていう話をしましたよね。AVF も下から見ている波形です。そうすると 2、3AVF だけ ST が上昇している場合には、一般的にはですね、左室下壁の心筋梗塞なんじゃないかというふうに考えることができると。左室下壁に血液を供給しているのは右の冠状動脈であることが多いんですね。つまり心電図を見ることによって大体どの辺に虚血が起きているのか、そうするとその赤任血管はおそらくこの血管だろうということが分かってくると。心電図を勉強する上でも当然ですね、これは解剖の知識が重要になってきます。ですので解剖のお話もですね、させていただきながら、あるいは、心電図を見ることによってどこの血管に影響が起きているのかということが、およそこう検討がつくんですね。ですから、そういったこともですね、しっかりと勉強していきたいと思います。この辺までこう来るとですね、いやちょっと難しいなと、我々は循環器の医者ではないので、そんなにですね、心電図詳しくわからなくても、とりあえずST が上がっているかどうかだけ見てればいいんじゃないのというふうに思うかもしれませんが、正直言うとですね、その考え方はちょっと危ないです。なぜかというと、必ずしも ST が上がるとは限らないんですね。気をつけなければいけないものはですね、この辺はセミナーで詳しくお話をしますけれども、異常急波って聞いたことありますよね。あるいはですね、ST 部分が上がる下がるっていうのもあるんですが、必ずしも ST が上がるわけではない。そしてですね、R 波減行という言葉があります。これは、Poor R Progression というふうに書いてありますが、これもですね、虚血を疑う上では非常に重要な所見なんですね。いや、そんなに心電図のことを勉強しても、実際にね、診断するのは医師なので、そこまでいらないんじゃないかというふうに思うかもしれませんが、例えば、右の冠状動脈がやられた場合に出てきやすい合併症の種類と、前科講師というところがやられた場合に出てきやすい合併症の種類と、回線師が やられた場合に出てきやすい合併症、当然変わってきますよね。つまり心電図を見ることによって大体どの辺りがやられたのかということが分かり、そして、赤任血管が分かることによって出てくるであろう合併症をある程度予測することができるということが、大きなメリットです。実際に、心筋梗塞見抜くのは難しいことがあるんですね。はっきり言うと前胸部がものすごく痛がっていて ST 部分がバーンと上昇していて、それで採血をしたらですね、トロポニンが陽性とか CTK が陽性という状況であればですね、これは正直言って僕でも心筋梗塞だろうというふうに判断することはできるわけです。ですが、ちょっとこう判断に悩む症例というものはあるんですね。心電図を取ったけれども、典型的ではないと、典型的ではない場合に見逃してしまうと患者さんはもしかすると死んでしまうかもしれません。ですので、何かおかしいなという情報をですね、見逃さないように、今回は、勉強していきたいと思っておりますので、
ケーススタディがですね、随分こう盛り込んでありますので、基本的なことを勉強しつつ、ケーススタディを進めることによってね、今まで見えなかったものが見えてくるかもしれません。今回のセミナー、共通はですね、10分以内に心電図を取るということですので、共通の患者さんと心電図というものは密接な関連があるわけですね。そうすると、十二誘導がどこを見ているのか、そして心筋梗塞の場所がですね、十二誘導から分かると。場所が分かった場合には、合併症の種類あるいは特徴が分かってくると。知っておかなければいけない所見としましては、異常急波、R 波減降、ST 上昇、そして、異常 T 波、そういったものがですね、見られるようになってくると、いいかと思います。先ほども少しお話をしましたが、心筋梗塞は除外診断が難しいんですね。ですから、ちょっとした異常をですね、自信を持って、これはおかしいんじゃないかというふうに、捉えることができるかどうか、それが患者さんの、予後にですね、大きく関わってくるということですよね。心電図はですね、我々が病院で仕事をしていく上では、これは病院だけではなくて、訪問看護もそうですよね。例えば、タブレットを持って行って、患者さんの自宅で心電図を取って、明らかにおかしいということが分かれば、それは、病院に、情報を伝えることができますよね。ですので、ある程度ですね、心電図が読めるというのは、大きなスキルになってくるかと思いますので、ぜひですね、虚血編にもお越しいただければと思います。